色の革命、カラー革命、もしくは花の革命とは、2000年頃から、中東欧や中央アジアの旧共産権諸国で、起こった一連のアメリカ主導の政権交代を相対的に指す。色の革命では、その象徴として、色や花が当てはめられた。これらの動きとして挙げられるのは、ユーゴスラビア、特に2000年のセルビアにおけるブルドーザー革命や、2003年、グルジアのバーラ革命、 2004年ウクライナのオレンジ革命、そして暴力が多く用いられたが、2005年キルギスのチューリップ革命がある。いずれも問題とされていた選挙の結果を受けて、大群衆が街頭で抗議行動を実施し、反体制派から独裁者とされていたそれぞれの国の指導者の辞任や打倒につながった。それらの運動の背後では、ジョージ・ソロスの主催するソロス財団が関与するなど、 独裁、圧政的な政権に対する民主化ドミノを起こさせたいアメリカ合衆国国務省の存在が繰り返し囁かれている。色の革命地図ブルドーザー革命。編集2000年10月5日、ユーゴスラビア連邦共和国大統領スロボダン、ミロシェビッチが退陣した。その際の一連のデモ活動はその後に続く暴力を伴わない革命の最初の例とみなされることが多い。 しかしながら市民が原動力となって投票を促す運動が起こり、また野党が連帯したという点では、それより以前である1998年のスロバキアや2000年のクロアチアでの議会選挙で見られた動きである。全国規模の抗議行動においては、色などの特定のシンボルは用いられなかったが、事後に抗議行動の冠水をしして使われたスローガンに、ご飛びへ、ガあところが、 共通点は、多々あるものの、一連の色の革命の始まりは、グルジアの事例であるとする意見が多い。ただ、セルビアでのデモ活動では、学生組織オトポールが中心となっていたが、そのメンバーは、後の他国における革命に関与していった。バラ革命、編集詳細は、バラ革命を参照グルジアでのバラ革命は、2003年の議会選挙の結果がきっかけとなって、 エデュアルド・シェワルナゼ政権が退陣し、翌年3月に行われた議会再選挙の後に、ミヘール・サーカシュビリが大統領に選出された事例である。バラ革命では、市民抵抗運動団体のクマラが中心となった。しかしその後、サーカシュビリの強権的で、グルジア民族主義的な政策により、野党やメディアに対する抑圧が行われ、 民主主義の交代という印象を強めさせることとなった。オレンジ革命。編集詳細は、オレンジ革命を参照ウクライナのオレンジ革命は、2004年の大統領選挙の決選投票をめぐって争いとなり、その後再び決選投票が実施され、野党の指導者、ビクトル・ユシチェンコが、ビクトル・やオレンジ革命では、青年団体ポラが中心となって活動した。 しかしこの革命は、ロシアによる過剰な干渉によることや、石油パイプラインなどをめぐるアメリカの力が働いたと、する指摘もあり、特に、ウクライナ東部ではこの革命を歓迎せず、東西部分離をちらつかすなど混乱は残された。その後、オレンジ革命を主導したユシチェンコとユリア・ディモシェンコが、対立し、政治が停滞。ユシチェンコ政権は、支持率が低迷し、 2010年の大統領選挙では、ヤヌコービチが当選している。チューリップ革命。編集詳細は、チューリップ革命を参照チューリップ革命は2005年のキルギス議会選挙の結果が紛争となった事件であるが、以上の事例と異なり暴力が用いられた。このため、チューリップ革命は一連の事件と同類型にするべきかについては意見が分かれており、 活動参加者も地域によって用いた色がピンクであったり黄色であるなど異なっていた。この事件では青年抗議運動団体ケルケルが中心となった。以下の事件は旧共産圏の東、ヨーロッパや中央アジアではなく中東諸国で起こったものであるが一連の色の革命に含まれるという見方がなされることがある。またその一般的な名称は 色の革命と同様であるかのようなものが付けられている。しかしながらこれらの事件は、上記の革命と異なる点が見受けられており、そのため一連の色の革命に含めることは意見が分かれている。次の革命、編集詳細は、次の革命を参照レバノンで起こった杉の革命は、東、ヨーロッパや中央アジアにおける革命とは異なり、 選挙ではなく野党指導者のラフィーク・ハリーリーの暗殺が発端となった。また選挙の無効という結果ではなく、シリア軍のレバノンからの撤退に至った。ところがいくつかの要素や抗議活動者側が用いた手段には類似点が多く、報道や評論家などは杉の革命を一連の色の革命と同等に扱っている。レバノン杉は同国の象徴であり、革命の名称もそれにちなんで付けられ、 またデモにおいても、レバノンの国旗に使われている赤色が用いられた。紫の革命、編集詳細は、イラク戦争及び、イラク政権議会選挙を参照イラクの、紫の革命という名称は、米国の保守派論客の間で使われていたが、その後アメリカ合衆国大統領ジョージ・ W ・ブッシュが2005年の、イラクにおける、政権議会選挙の実施を、イラク戦争の成果、イラクにおける、 民主主義の到来としオレンジ革命やバラ革命になぞらえる目的で用いた。しかし、イラクやアメリカ、またその他の地域においても紫の革命という表現は広まってはいない。名称の由来は、不正な多重投票を防止するために投票者の人差し指に紫色のインクが付けられたことによるものである。一部の共和党議員も、イラク国民への連帯を表すため、指に、 紫のインクをつけた、青い革命。編集詳細は、青い革命を参照青い革命とは、2005年3月に始まったクウェートにおける女性参政権を求めるデモを指す言葉として、一部のクウェート人の間で用いられている。同年5月、クウェート政府は、その要求を受け入れ、2007年の議会選挙において、女性に対して投票権を付与することを決定した。 ただしこの事例では体制そのものの変革を求めるものではなかったため色の革命として扱われることはない。ジャスミン革命編集詳細は色の革命について1980年代から1990年代に中東王で起こった一連の革命の影響、特に1989年のプレハでのビロード革命が引き合いに出されることが多い。主に プラハカレル大学から集まった学生による暴力を伴わないデモ活動は警察当局に取り締まられたがやがてチェコスロバキアの共産党独裁体制の崩壊につながった非暴力的である花のイメージが用いられる由来となった起こりはさらに古く1970年代中頃のポルトガルにおけるカーネーション革命まで遡る学生運動の先駆けとなったのはセルビアのオートポール で、この団体は1998年にベオグラード大学で設立され、コソボ紛争中はミロシェヴィッチに対する抗議運動を展開した。そのメンバーの多くは警察に身柄を拘束され、あるいは取り締まりを受けたが、2000年9月の大統領選挙では、ゴトブジェ運動を展開し国民のミロシェヴィッチに対する反発を煽り、ミロシェヴィッチを破る結果に至った。オトポール。 のメンバーは、グルジアのクマラやウクライナのポラ、ベラルーシのジュブル、アルバニアのムジャフトに対して刺激を与え、また指導を行っている。これらの団体は、自身の行動が、ジーン・シャープの著書で提唱、解説されている、非暴力抵抗となるよう計画を十分に練り、最新の注意を払っている。学生団体によって組織された大規模な抗議活動者は、セルビア、グルジア、 ウクライナにおける革命の成功には欠かすことのできない要素であり、この群衆での色彩や独裁指導者に反発する際の非難混じりのユーモアは顕著なものであった。色の革命について欧米の利益を確保するために革命を支援したり、または革命自体を起としているなどとして、ジョージ・ソロスの起こしたオープンソサエキ財団やアメリカ合衆国が非難の対象となることがある。 特筆されるものとして、オレンジ革命の後に、中央アジアのいくつかの国が、OSI に様々な形で圧力を加えている。ウズベキスタンでは、OSI の支部に対して、強制閉鎖が実施されたり、また、タジキスタンでは、国営メディアにより、OSI タジキスタンが、汚職や癒着に関与しているとして非難されている。アメリカ政府の関与を示す証拠として、 アメリカ合衆国国際開発庁及び国際連合開発計画がフリーネットの構築を支援していることが挙げられており、フリーネットは革命に関連する国の最低でも一国以上でインターネットの大部分を構成しており、例えば実際に色の革命が起こったキルギスではアメリカが支援したフリーネットが構築されている。さらにオレンジ革命は ジョン・マケインが幹部を務めた同盟 NGO が背後で糸を引いていたことが確認されている。イギリスの新聞、ガーディアンは、USAID、全米民主主義基金、国際共和協会、全米民主国際研究所、フリーダムハウスの直接の関与を報じている。なおこれらの機関のうちフリーダムハウス以外は、アメリカ連邦政府予算が拠出されているが、この5つの機関のウェブサイト上では、 ガーディアンの報道と反する情報が掲載されている。政党、新しい時の指導者であるアラム・カラペチャムは2005年4月に仮想からの革命を始めるとの意思を表明し、その中で独立国家共同体体制に移行して、人によって経済発展の状況が異なっているとした上で、アルメニアにおける革命は暴力が伴うことはないとしたが色が使われることもないと述べている。 2005年中頃にアゼルバイジャンでは数多くの運動が起こり、これらはグルジアやウクライナでの事例に刺激されたものである。青年団体ヤックスは政府の汚職に対じする声明を発表している。ヤックスの指導者はポラやクマラとは異なり、政権交代にとどまらずアゼルバイジャンの統治制度そのものを変革させる意思を述べている。ヤックスでは緑を 自らの運動の色として選択している。アゼルバイジャンでの色の革命に関する活動を、牽引しているのは、イェニフェキルで、野党、アザドリグと密接な関係を持つ、学生団体である、マガムやダルガといった団体と協調して、イェニフェキルは、グルジアやウクライナにおける色の革命の手法を、意図的に多く取り入れており、ウクライナの革命の象徴であったオレンジ色を使う。 ことも行っている2005年11月、反政府団体が、市中を更新し、オレンジ色の旗やのぼりを掲げながら、直近の選挙における政府の腐敗に抗議を唱えた。ところが、同月26日アゼルバイジャンでの色の革命は、警察が鎮圧に乗り出し、多くの参加者が負傷、催涙ガスや放水銃が使用された結果、活動は頓挫した。 アレクサンドル・ルカシェンコ政権に対する反対活動は学生団体ジュブルを中心に数多く存在する。2005年3月25日に一部の団体の活動が過去最大の規模となり、キルギスでの革命に倣って行動すると宣言し、およそ1000人の市民がこれに加わった。しかし警察はこの行動に対して厳しく対処し、反体制派の指導者、 ミハイル・マリニッチを含む30人以上が逮捕された。そのおよそ1年後の2006年3月19日、さらに規模の大きい反対活動が大統領選挙直後に行われた。大統領選挙の公式の結果は、ルカシェンコが83%を得票したとしているが、反対制派では、不正や有権者に対する脅迫があったとし、外国政府も選挙に対する非難を寄せている。その翌週、 ミンスクの10月広場で反対派がルカシェンコの辞任と対立候補だったアラクサンドル・ミリンケビチの就任。改めて公正な選挙の実施を求めてキャンプを張り、多い時で群衆は3万人に達した。当初反対制派では白、赤、白の旧国旗をシンボルとして使用していた。この動きは隣国ウクライナにおいて重要な関連があり、オレンジ革命においてキエフでも白、赤、 白の旗が掲げられているのが見られている。2006年における反対派の活動はジーンズ革命やデニム革命と言われ、青いジーンズが自由のシンボルと考えられており、活動参加者はジーンズを裁断してリボンにし、市内でそれを掲げていた。ジーンズ革命という言葉を作り出したのはジュブルであるとされている。ルカシェンコはかつてベラルーシではピンクだの、オレンジだの、 バナナだのといった革命はあり得ないと述べており、近年においても西側諸国はベラルーシではオレンジのようなものとして大したことではないが、青だのコーンフラワーブルーだのといった革命が準備されているという。そんな青い革命などベラルーシには不要だと話している。2005年4月19日にはこんな色の革命はまさしく単なる強盗行為だとしている。モルドバでの反対制活動は ウクライナのオレンジ革命と似たような経緯を辿っており、2005年の議会選挙では、キリスト教民主人民党は、自党の色としてオレンジを採用し、これはウクライナでの事件を受けたものと見られている。この事例に対しては、モルドバがブドウの大産地であることから、ブドウ革命という名称をつける案が上がっている。しかし政権側が選挙に勝利したことでこの革命は、実現に至らなかった。 これにはいくつかの原因が挙げられており、反体制派が分裂状態であったことや、政権側が親、ヨーロッパ、反ロシアの立場を取るなどして、反体制側がこれらの分野をきっかけに強調していたかもしれない政治的立場のものを多く取り込んでいたことがある。また、選挙自体も欧州安全保障協力機構の選挙監視団がまとめた報告において、 同様の革命が起きた国での選挙よりも公正であるとされている。ただし CIS の選挙監視団はこの報告を強く非難している。モンゴルでは2005年3月25日に首都オランバートルで黄色のスカーフをまとった活動者が前年の議会選挙に対する抗議行動を実施し正当な選挙を行うことを求めた。集団からはキルギスの兄弟にその革命の心について言わおう。 モンゴルの政治腐敗を一掃しようという声が上がった。ミャンマーにおける2007年の反政府デモには、サフラン革命名という表現が報道で用いられることがある。これは活動を僧侶が牽引していることにちなんでいる。かつて学生が主導的役割を果たした1988年8月8日の8888 88、民主化運動でも同じ色が使われていたが、この運動は、 武力制圧されている。ロシアにおけるリベラル系の反対制派にはいくつかの政党や団体があるが、中でも特筆されるのは青年団体オボロナである。オボロナはその目的について自由で公正な選挙を実施させることと、ロシアにおいて民主的な政治競争ができる制度を確立させることとしている。この運動団体は最も活発で急進的なものの一つで、ロシアの 数多くの都市に拠点を置いている、バシコルトスタン共和国では、先制的で腐敗や暴力がはびこっているとして、連邦政府によって、モルタザラ・ヒモフの大統領職会人に介入するよう求める活動が実施されている。反対制派の一人で、バシキール民族戦線の指導者、アイラート・ディムハメトフは自分たちの活動について、ウクライナやキルギスでの大衆運動から刺激を受けていると述べている。 また別の団体の指導者であるマラト・ハイルリンは、オレンジ革命が、ロシアで起こるとしたら、それはバシコルトスタンで始まると話している。イスラムカリモフ政権に対する反対活動は、自由主義者やイスラム主義者から長年にわたって、続けられている。隣国キルギスでの革命は主に南部に住む、ウズベク人の間で起こり、推しでは、早い段階で支持を受けていた。野党自由農民党の指導者、 ニゴラヒドヤトバは農民革命を言及し、この他にも青年団体シダートとの打ち出しでクマラやポラのような組織に発展させる考えを述べている。また、ウズベキスタンでは学生団体団体ボルガが存在している。2019年1月17日に中国当局は全国公安庁局長会議を開いた。メディアによると中国公安部の調渇し 部長は同会議で各省の公安局局長に向けて演説を行い、2019年の最優先課題はカラー革命を未然に防ぎ、中国共産党政権の政治的地位を守ることだと強調したという。また、中国内外にいる敵及び政権交代を狙いはびこる破壊的活動を撲滅することも優先課題として挙げた。2007年6月、ベネズエラのテレビ局、 RCTV の閉鎖について抗議された際、同国大統領ウゴチャベースは、この抗議活動は、西側諸国が、ウクライナやグルジアでの革命のような、緩やかなクーデターを行おうとして組織したものだ、と述べている。2007年7月、イラン国営放送は、インザネームオブデモクラシーと題した、ドキュメンタリー番組で、西側の NGO に勤務し、 イラン政府によって身柄が拘束されている二人のイラン系アメリカ人の映像を放送した。この番組ではウクライナやグルジアでの色の革命について触れられており、また、イランにおいても同様の追放撃を先導しようとしているとしてアメリカを非難している。また、2009年6月12日のイラン大統領選挙においてミール・ホセイン・ムーサビー候補の支持率が高かったにもかかわらず、 現職のマフムード・アフマディ・ネジャード候補が当選したことに対し、ムーサビーは結果を受け入れず、選挙の当日に違反が多数あったと訴え、彼の支持者らは、ムーサビーのシンボルカラーである緑を身につけ、現在まで抗議運動を行っている。この運動は、在外イラン人にも影響を与え、世界各地で彼らによるデモが行われており、それらもまた緑をシンボルカラーにしていることから、 緑の革命とも呼ばれている。ありがとうございます。